チャオ、あっちゃんです。今日も引き続き、レゴスピードのマクラーレンセナ、前回この辺まで作ったんで引き続き作っていきたいと思います。はい、前回ここまで作ってね、19番まで作ったんで20番から作っていきたいと思います。ヘイスリー、タイマー20分。はい、20分からカウントダウンします。はい、いうことでね、次はどこかいな、どこからやねんけどもね、どこを作るのかな。この2番、2番じゃあこの20番のこれは、あ、ここか。グレーの何もないパネルっぽいよね。なんか筋とか入ったパネル、まあ、これパーツにね、わからないよね。もうね、変な筋入ったパーツとか、これかちゃうの。あ、これだ。グレーやのって黒やな、これ。あれ、一個しかおらへんぞ。これだ。これを、あ、かっこいい。なんかエンジンっぽいね。部品かっこいいね、なんかね。こういうとこでレゴって凝るよね。なんかよくわからん、うまく再現するよね。あ、これを見た。この辺これに、さっきのこれこれをね、なんかようわからん、さっきのこれやな。これを、これの相方みたいな部分に、ぐちゃもん。これか。これを。これをこれね、でなんか2段階のやつ、これだ。これを、これをこう、オレンジの2。あ、鼻が詰まってきてしんどいな。しょ、こうか。これね。で、三角、あ、こんなあったんだ、これや。変な形の部品。これを、こうっぽいね。で、三角が2個と丸の部品。三角と丸い部品。丸い部品。お、これだね。で、こうやね。なんかね、こうやってね、プラモデルもそうやし、レゴもそうやねんけど、だんだん出来上がってて車になってきた、ワクワクしてくるよね。ほら、ワクワクすっぞ。
かな。ここだね、ここだね。何ができてくるんでしょうか、この辺の丸っこ部分は。なんか前の方に好きそうなパーツな気がするんだけどね、長棒に、オレンジの長棒に、で黒の直角パーツ、これが2、黒じゃないな、でこれ、あら、なんかどっかで間違えたのかな、黒の直角のパーツ、そんな、あったあった、これや、うん、ここにオレンジに、でこれをこうやね、こうやね、でここに黒のこれをつけて、でこうか、こうね、でパタンって倒すね、こうやねで、タイヤみたいな部品、タイヤ、タイヤやって軸受け身、やっぱりそうやな、バンパーやと思ったんだよ。ここやね、だいたいね、つく場所ここやと思うね、正解。はい、こんな感じで車ができてきた。はい、ね、白のこれ1で、変な形の白1、黒のペタチョボが1個ついてるやつ、これ、こう、こう、で、ここでこう、だんだんマクラーレンっぽくっぽくなってきましたね。オレンジの変なパーツ、オレンジ、あ、透明か、これだ、これが2個、かっこいい、これなんか知らんけど、どこだ、もしかして三角の中、こうか、あ、こうやな、ヘッドランプか、ウインカーか、なんか知らんけど、そんな系の部品やね。で、これが、こうやな。こんな感じやね。で、これがついたら車っぽくなるんよな。よいしょ。タイヤハウスがつきます。ほら、車っぽくなってきた。でもまだ、やっぱり、KTM やな、クロスボウやな、これで、オレンジパーツ、これが2、チョボニが1、三角みたいなのが2、だんだんマクラーレンっぽくなってきたよ。これに合わせと、こうやね、おお、おお、ここじゃないね、こうだね、こうやね、で、ここやね、で、もう一個はここやね、
こやねじゃなく、ここやね、でこれがここやね。だんだんオレンジが増えてきた。マクラーレンセダーって感じ。この3つ、ね、黒のペタイチ、ペタイチ、ペタイチ、はい、いこうか、はい、こうで、ここにでペタイチが、このオレンジのこうか、ほう、黒のペタコが2個、黒のペタコ、ペタコペタコ、これが2個で18がこうか、ほう、ここはシールでさえ言えるな、斜めは。これね。で、オレンジの変なやつと、ペタイチで、ここに15、うん、シールが増えてきたね。これか、こうか、ほう、もうなんかセナに見えてきた。これつけるの忘れた。ここだ。こんな感じで40番、これと、モコットのモコモコ、あれモコったらへんで、だんだん怖くなってくんねん、パーツがここまで来てね、ないとかいうのが一番怖いよな。16、でここにオレンジを入って、これね、マクラーレン、マクラーレンのエンブレムが入りました。マクラーレン、マクラーレンです。見えるかな、ここね。で変な形のこれと、これで変な形、これか、これやな。これはどこにつくんだい？これはここやろ。これはこれ分かったけど、この変な形のやつどこにつくんやろ。
え？これつく位置書いてないよな。ちょっと待って、分からへんねんけど。あ、ここか。ここだ。すげえ。すげえ、もう顔がまくられになってきた。で、変なポコンとしたやつはこっちじゃなかったかな。これだ。これが4個。このも4個もあるのか。また4個。で、ステアリング。あ、ステアリング。あったかな。ステアリングをここに。よいしょ。ステアリングをくっつけて。で、これでいいか。変なの。こんな感じ。で、ペタコが2、ペタコと、また変な形のやつ。これが2個。で、逆が2個。ペタコが2個。で、またこれをどこにつくのかな。これの、あ、こうか。こうだ。はあはあ。ここについて、このペタコがここについて。で、これが、ここにつく。逆や。こうや。はあ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 。こんな感じ。おお、フェンダーになってきた。で、ね、窓。違う。窓と。なこれ。ペタコの上。これかな。これっぽいな。これがここについて17。17番がこれじゃないな。これよりもでっかい方やな。ん？ペタコ3つしかない。ねえ、長いペタコ。こっちか。こっちだ。こうだわ。んで、これが、すごい、ドアになるんや。かっこいい。はまってるだけだよ、ほんで。で、ここに黒の4と、白と黒の2。
はい、ということでね、まあ、ここまでできたんで、つけときましょう。これが、こうやね。はい、ということで、まあ、マクラーレン、セナっぽいところまでできて、あともうちょっとパーツがね、こんだけ残ってるんで、次回完成させたいと思います。はい、次回46番から作っていきたいと思います。はい、久々のレゴ作り、ちょっとね、結構まあスムーズにはできてると思うんですけど、3回で完成しそうです。マクラーレン、セナ。大体ね、セナっぽい顔になってきた。はい。ドアもね、このドア、特徴のあるドアがめちゃくちゃかっこよくできてね。うん。なんかね、足が見えんねん、この、ここに人間座るからね、座ってる足の辺とかが見えるようなね、変なドアがついてるのマクラーレン、セナね。実写、見えるかな？このね、ドアの、ここのところにね、ガラスみたいなのついてて、前、足元が見えるようになってるんでね、すっごい形した車やね。3億ぐらいしたら超高かな、確か。えぐい車やねんけど、それをね、こんな感じで再現されております、ということで。今回、第2弾目、マクラーレン、セナ、この辺までできました。次回は完成させたいと思います。はい、ということで。今日のあっちゃんの、マクラーレンセナ制作、この辺で終わりにしたいと思います。レゴの制作、久々にね、制作してくれてよかったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。